アメリカ携帯ならアメスマ、今日はですね、アメリカの銀行口座についてちょっとお話ししたいなと思います。で、まあ、銀行口座いろいろ種類あるんですけど、駐在員の人とかで、まあ、運用っていうかね、預けてくるお金が増えてくると利子とかまあついてくるんで、まあ、そういうので、まあ、便利な口座とか、まあ、あとは、日本から来るときだと最初アメリカの口座作るのはちょっと面倒だったりするんで、まあ、そういうので作りやすい口座みたいなのをちょっと紹介できればなと思います。で、まず日本人の人が作りやすいアメリカの銀行口座っていうところでいうと、ユニオンバンクっていうのがあります。で、ユニオンバンクは三菱 UFJ グループが、運営しているアメリカの銀行で、カリフォルニアとかを中心に、まあ、何百店舗を展開している、まあ、大手の銀行になるんですけど、でこのユニオンバンクが、まあ、UFJ の傘下なんで、日本で、オンラインかなんかで申し込みができるということで、日本にいながら、アメリカの銀行口座を開設できるっていう、そういうプログラムを用意しているので、カリフォルニアに行く人であれば、そのプログラム使って事前に口座を準備しちゃうのが一番便利なんじゃないかなと思います。で、ただちょっと1個注意点としてはユニオンバンクが、全米で展開してるっていうわけではなく、結構カリフォルニアに集中して出店してるんで、まあ中西部とか、東海岸はちょっと分かんないですけど、まあ、中西部とかほとんどなくて、でやっぱりあんまり店舗がないところがあるんで、そうするとその ATM でお金を下ろしたいときにすぐ支店が見つからないとかいう問題が発生したりするんで、中西部とか東海岸の方に行く人だったら、ユニオンバンクがその辺にあるかどうかっていうのは多分事前に確認した方がいいと思います。で、普通に多分じゃあ、ユニオンバンク以外でアメリカの口座を開くってなると、まあ、選択肢が2つ3つぐらいになると思います。で、まず1つ目が、バンクオブアメリカ、いわゆるバンカネってやつですね。で、2つ目がチェイスで、3つ目がウェルズファーゴっていう、まあ、ここの3つがですね、アメリカの、まあ、いわゆるメガバンクって言われているような、大手の銀行 でこの3つであれば、基本的にアメリカのどこの都市でも支店を持って出たりするので、まあ、ATM をどこでも使ってお金を引き下ろせるということで言うと、まあ、どこに行かれる方にもおすすめの銀行っていうのはこの3つなのかなというふうに思います。で、違いが何かっていうと、正直大手の銀行でそんなに違いはないんじゃないかなという気はしてます。で、違いがあるとすると、そこの銀行口座、まあ、銀行の会社が発行しているクレジットカードの種類が違うので、もし銀行に紐づくクレジットカードを作ろうかなと考えている人は、まずそこの銀行口座と一緒に、クレジットカードのその情報、まあ、どういうクレジットカードでベネフィットがどういうのがあるかっていうのを見てから、じゃあここの銀行で開けようっていうのを選ぶっていうのも一つ手なんじゃないかなと思います。で、次に、おすすめというか、お伝えしたいことが、銀行口座ってその、まあ、お金を、まあ、貯めて、まあ、必要な時に引き出すっていうのがメインだと思うんですけど、一方で大手の銀行だと預けててもあんまり利子つかないんですよ。で、日本も同じだと思うんですけど、まあ、例えばじゃあ年間に、まあ、100万円入ってる銀行口座があって、で大手の銀行だと多分年間で数ドルぐらい増えるとか、まあ、その程度のレベルだと思うんですけど、でこれがオンラインの銀行とかだと結構利率が良いところとかがあったりするんで、そこをいくつか紹介したいなと思います。で、1つ目におすすめなのが、ピュアポイントっていう、オンラインバンク でこれも実は、UFJ 傘下の、ユニオンバンクが運営しているオンラインバンクなんですけど、でここに預けておくと、利子が、今2020年の1月違う2月か2月現在で、1.8% ぐらいだったかな、確か年間の、利率がつくので、これがさっきの話で1万ドルをじゃあ、例えばバンカメの口座に入れといたら数ドルぐらいしか増えないんですけど、このピュアポイントの口座に入れておくと 1.8% つくので、まあ、1万ドルの 1.8% で180ドルが年間利子としてついてきますということなんで、単純にお金入れてるだけなんですけれども増え方が違うので、
すすめだと思います。でピュアポイントに関して言うと、ミニマムの、お金入れなくちゃいけないのが、1万ドルっていうのがあるんで、まあ、1万ドル以上、使わないお金がある人に関して言うと、あのピュアポイントで口座作って入れるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、その1万ドルもそんなに、使わないお金ないというような感じ、もしくは、まあ、もう少しずつオンラインバンク始めたいっていう人に関して言うと、あのもう一つおすすめでディスカバーっていうのがあって、でこれはあのアメリカの、まあ、ディスカバーっていう、まあ、グループがやってるオンラインバンクになります。で、まあ、クレジットカードとかもやってるんですけど、でここはオンラインバンクで年間、今2020年2月時点で、1.6% だったかな、年間あの利子がつくというようになってまして、でここはあのミニマム そのバランスっていうのがないので、まあ、500ドルでも1000ドル、自分が好きな、ぐらいの金額感から始めることができると。でただ、まあ、ピュアポイントに比べて利子がちょっと低いので、これはあのどれだけお金を預け入れられるかっていうところをあの、まあ、バランス見て、あのどっちの口座にするかっていうのを決めてもらったらいいと思います。で、最後にですね、これね、ちょっと銀行口座じゃないんで、ちょっとあの注意必要なんですけど、厳密に言うと、投資に近い位置づけになるんですけど、もう一つのおすすめがですね、トヨタファイナンシャルサービスが出してる、インカムドライバーノートだったかな、まあ、要は何かっていうと、まあ、オンラインバンクみたいな感じで、銀行的な感じでお金をそこの、まあ、トヨタファイナンシャルサービスが運営する、口座に入れますと。でそこに入れとくと、今2020年の1月2月現在で 2.5% つくんですね。なんでさっきのピュアポイントよりもさらに利率がいいという状態になります。で、これはなんであのそういう利率になってるかっていうと、あの、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけど、銀行じゃなくてこれはどっちかというと投資に近いんですよ。なんでそのお金を集めて、でトヨタファイナンシャルサービスがいろいろ自分の会社で運用して、でその分の、まあ、利益とかも含めて 2.5% にして返してくれるっていう話なんで、あの保証されたお金ではないんですね。で、各銀行は基本的になんか FDIC だったかな、銀行として、まあ、まず許可はされていて、で銀行って倒産仮にしちゃったとしても、あのいくらまでだったらあの預けた人のお金が返ってくるっていう、まあ、そういう決まりがあって、確か10万ドルぐらいまでだったら必ず返ってきますよみたいな保証がされてるのがその FDIC なんですけど、で、まあ、バンカメとかそういう大手はついてて、ちょっとピュアポイントがついてたかどうかわかんないですけど、そのトヨタファイナンシャルのやつについて言うとそれがないので、まあ、仮にトヨタファイナンシャルサービスが運営停止とかあの倒産とかっていう形になったとしても、そのお金自体は、まあ、銀行じゃないんで返ってこないんですよ。でそこがちょっとリスクではあるんですけれども、まあ、とはいえあの安心のトヨタが運営しているということなんで、まあ、早々にそんな簡単には、まあ、潰れないだろうというふうにみんな思ってるんで、まあ、そういうところにお金を入れると。でここ 2.5% なんで、例えば1万ドルを、預けしたら年間で250ドル返ってきますということなんで、まあ、ちょっとした、いい食事に行けたりとか、まあ、それでなんか買えたりとかっていうのがあのできるんで、まあ、そういうあのお金の預け方っていうか使い方っていうのもあの一つあのおすすめなんじゃないかなと思います。で今僕個人として使ってるのはそのバンカメと、ピュアポイントと、トヨタファン、ファイナンシャルの、インカムドライバーノートっていうのを、まあ、他にもいくつかあるんですけど、主に3つかな、組み合わせてあのお金をあの使わないやつはそういうところに預けてっていうような形で運用してます。あの銀行のこういう条件とか利率っていうのは結構その市況によって変わったりするんで、あの、まあ、半年に1回とか1年に1回ぐらいはなんか見てみて、その利率がちゃんと、まあ、変わってないかどうかとかっていうのは一応チェックして、であの必要であればあの資金を移すというようなことをやっておくといいんじゃないかなと思います。ということで今日は、駐在員もしくは駐在員の奥さんのためになる銀行口座についての情報についてお話をしました。じゃあ今日はこんなところで See you next time. バイ。アメリカ携帯ならアメスマ。バイバイ。